トゥギャザー夜のお悩み相談室。結婚7年の夫と4歳の娘を持つ31歳の女性、夫公認の彼氏がいるというポリアモリーな関係とは。彼氏っていうのと夫は結構会うんですか、一緒に。3人で一緒に遊んだりしますね。うちにご飯食べに来てもらったりとか。旦那さんは嫉妬しない彼に。いや、あるみたいです、結構。それでうまくいくんだな。でもなんか逆にその嫉妬のパワーを私とのいい関係性につなげるために使っているみたいなことを前に聞いたので、綺麗な女性を目の前にすると緊張して話せなくなってしまう41歳童貞男。恋人にしたい理想の女性は、女優の北川景子さんみたいな方がいないですよ、そんな女でしょう、ね、その辺無理無理。ここは何もないけど、あなたのことすごくいつもちゃんと見てるし、褒めてあげられるし、お姫様でありたい女性の執事みたいなポジションがいい。執事って結構良すぎるから、家来だっていいじゃん。家来、なんか調子乗りますよね、女は。でもそれでもまあ綺麗だったらいいんですか。ええ、いいんですね。ええって、なんかちょっと腹立つな。Together 誰にも言えないこと。私は結婚7年の夫と4歳の娘を持つ31歳。夫とは仲が良く、家族3人で楽しく暮らしているのですが、実は他に夫公認の恋人がいます。夫には恋人とのデートや性関係も隠さずに報告します。こういった一般的にポリアモリーと言われる全員の合意を得た上での複数の人との恋愛関係を実践しています。恋人の存在は恥ずかしいことでも隠すことでもないので、この関係性を私や夫の親に打ち明け受け入れてもらいたいと思うのですが、反対されたり嫌われやしないかと怖く踏み切れません。どうしたらよいのでしょうか。夫公認の恋人いる人、友達にいるよ、結構いますよね、いませんよそんな。リモートでつながっています。こんばんは、小田さん。はい、こんばんは。はい、合意の上で複数の人と関係性というかあるっていうことを、普通ポリアモリっていう言いますよね、複数愛みたいな。そうですね、はい、というご自分がだからそういう渦中にいるってことに気がついたというか、そういうことなんだなっていうふうに分かったのって、はい、どういうきっかけで、いつ頃なんですか。私と夫の方でもともとちょっと、性の不一致があったんですけれども、それに関してどう解決しようかっていうのを前向きに相談していた時に、じゃあ夫が他になんかそういう人を作っても問題ないよと発案してきまして、でそこから一番仲の良かった男友達にその話をして、でその関係性を持ちかけたところ、相手からも了承を得て3人での関係が始まったっていう感じなんですけど、そのなんか3人の関係性に何か名前があるのかと調べた時に、ポリアモリーというものが出てきたので、すごくそれがしっくりきて、なるほどなと思った次第ですね。でもなんか元々のこのね、小田さんの場合なんか性の不一致っていうのは具体的にどんなことがあったんですか。単純にもう私が肉食系で夫が草食系、感じですね。だから性欲が合わなかったっていうか、そうですね、小田さん自身の方がガツガツして
夫はそこまでじゃなかった。恥ずかしないでしょ。それをなんかそれだけ聞くとよく聞くお悩みではありますけど、それを前向きに相談できるっていう関係性がそもそもなんか素敵だなっていう。なんか我慢して夫に腹立てて終わってる夫婦すごい多い気がするんですけど、確かに結構夫婦の間でね、結構特に長く続けてるとそこって不満の一個になるパターンも多いですよね。言わないケースの方が多いですよね、きっとね。私は、はい、特に女性側のが性欲強い場合ってあんまりだから言えなかったりとかね、そういうことが多分日本じゃまだ多いかもしれないですけど、彼氏っていうのと夫は結構合うんですか、一緒に。定期的にさ、3人で一緒に遊んだりしますね。うちにご飯食べに来てもらったりとか。娘さんはどんな感じでその中にいるんですか。遊んでくれるお兄ちゃんが来たっていう感じで。うーん、みんな仲良し。そうですね、みんな仲良く過ごしてます。子供は何で認識してるんですか、そのなんか仲のいいお兄さんみたいな。そうですね、ママのお友達という感じで認識してます今。ママはあった、あった、あった、間違ってはないですね。間違ってはないですね。なんかそのそれぞれとデートとかもするんですよね。あ、します、します、はい。その時はなんかそのペースとかなんかこう考えてるんですか、それともなんか予定が合う方と合うみたいな感じ。そうですね、なるべく片方だけに偏らないようにして、最近ちょっと片方と続いちゃったから今回はちょっともう片方ととか、そういう風に調整とかはしますね。結局今の彼氏とはだからセックスはすごい大事だと思うんですけど、なんかもし妊娠した時のこととかとかいうのはどういう風に話し合ってるのかなっていうの、可能性はゼロじゃないじゃないですか、うんうん、まず前提としまして、私の方が避妊リング入れてまして、なのでもう妊娠の可能性はほぼないんですけれども、もし万が一そうなってしまった場合は、まあみんなで頑張って育てようっていう。おー、そうなんだ。みんなで育てよう。ただ今のところは今そのタイミングではないので、そうならないようには気をつけようねっていうのは全員の共通認識ですね。どうして小田さんの親御さんに言いたいっていうふうに思われるんですか。いつかは、相手に伝わってしまうんじゃないかなっていうのもあるんですけど、その時に相手がそれを隠されていたって思うよりかは、言ってもらった方がまだ誠実なんじゃないかなと、ちょっと個人的な価値観でありまして、親の気持ちとしては自分に言えないことで悩んでるぐらいだったら別に言ってくれたら構わないと思いますけどね。なんかそのもし自分の子供がそういう関係性を持っていて、私に対して言えないことで悩んでるんだったら、そんなことは別に言えばいいじゃない、あなたが幸せならママなんだっていいよって思うけど、でも言うだけじゃなくて認めてくれて、そのことを理解した上で新しい関係を築いてほしいって。だからその旅行に呼ばれたら絶対行きたくはないですけどね。あ、その一緒にお母さんも旅行行こうよって言ったらいけない、それはもうちょっとどういう顔していればいいか分かんないから、孫預かるから行っておいでっていう感じだと思うんですけど。グッドアンサーは若新さんにお願いします。僕だったら自分で世で必ず言うって決めようかなと思いました。続いては人気コーナー、古市憲寿の僕の答え本当に知りたいですか。はい、知りたいです、はい、職場の同僚が自分勝手で構ってほしいタイプの人間です。そういう人との距離の取り方を教えてください。まあ、違う人に押し付ければいいんじゃないですか。はい、28歳の女性です。付き合って9年になる彼氏から結婚の話がありません。このままずるずると付き合うべきか、スパッと別れるべきか、どちらがいいのでしょうか。でも二択を迫ればいいんじゃないですか。結婚するか別れるか。49歳の男性です。つまらない話をダラダラし続ける人にどうやったら静かにしてもらえるのでしょうか。まあ、AI スピーカーとか置いとけばいいんじゃないですか。はい、22歳の女性です。2歳上の先輩がやる気がなく、先輩の仕事が自分に降ってきます、先輩の仕事のはずなのにギクシャクしたくないから、私もうなずくしかできません。どうしたらいいのでしょう。自分もやらなくてさらに後輩にバトンタッチすればいいじゃないですか。31歳の女性です。これまで他人を羨ましいと思ったことがありません。客観的に自分を評価しながら世の中で生きていくにはどうすればいいのでしょうか。まずそれはすごくいいことなんじゃないですか、羨ましく思わないっていうのは、このままでいいんじゃないですか ね、逆にこの仕事引き受けること自分の経験値が上がっていくわけじゃないですか、それも糧にするみたいな風に前向きに捉える、
私は41歳の派遣社員。これまで女性と交際したことがなく、セックス経験もない、いわゆる童貞です。私の好きな女性のタイプはズバリ女優の北川景子。クールビューティーな顔立ちが好きで、恥ずかしながら超面食いなんです。恋愛において顔は絶対に妥協したくないポイントで、1にも2にも顔というのが正直なところです。ただそれが悩みの種で、職場の女性とはいつでも気軽に話せるのですが、恋愛感情を持った綺麗な女性を目の前にすると途端に緊張、いつもの自分を見失い、自然に話すことができなくなってしまいます。その理由は自信が持てないこと。容姿、年齢、収入、どれをとっても男として女性にアピールできる材料が一つもないのです。もう自分は41歳、失うものは何もないという覚悟で恋愛をしたいのですが、綺麗な女性とうまくコミュニケーションを取るにはどうすればいいでしょうか。こんばんは、岡本さん。こんばんは、岡本です。なんかパッとお会いすると誰とでも気軽にとってもいい感じで付き合いそうな雰囲気を持ってますね。本当そう。爽やか青年だし、優しそう。優しそうだし。ありがとうございます、うん、緊張するの本当に？あ、めっちゃ緊張します。どういう人と会うと緊張するの？あ、すごく好みの美人というか綺麗な人、うん、はい、やりやすいですね。じゃあ私と会ってると全然緊張しなくて、はい、何でも話せるでしょ。嘘嘘。いやいや、何、それ前からそうなの？若い頃から。うん、はい、それはあの綺麗な人が好きだから。はい。はいってそんな。いや、誰だって綺麗な人が汚い人よりは好きだけど。汚い人、どういう人が一番あのいいの？好きなの？私たちに分かりやすい誰かに。女優の北川景子さんみたいな方がいないですよ、そんな女でしょう、ね、その間無理無理。で、今までは会ったことあるの、そういう緊張するような綺麗な人？まあ好きになった人が全般がそういう感じです。ああ、そうか、はい、そうすると結末はどんななんですか？いや、何も起こらずにというか、まあ話しかけてもなかなか話が続かない。あ、そうかそうか。岡本さんはちょっと苦手だっていうか、緊張するからなかなかその先行かないんだ。そうなんです。もう好きな人が苦手な人になるので、うん、なんかこれまで恋愛したことがないっていうふうに今紹介 VTR ありましたけど、なんか恋愛に近いことはあったんですか、はい、これまで。あ、お食事に行ったりとかは、まあ、ありました。うん、それ以上あまり深入りしたいと思ったりはしなかった？あ、こういう気持ちもありはしたんですけれども、うん、ただまあそこまで、なんて言うんでしょうかね、まあもう仲良く話せたらもうそれでいいかなという感じで。うん、何がこうそれ以上進むことのストッパーになってしまってるんですか？まあ、自分自身のやっぱ収入が低いことですとか、まあ、見た目にも自信がないですし、やっぱキャラクターにもちょっとなんか、ちょっと自信がないので、それが原因かなと思ってます。そうね、見た感じいいよ。多分綺麗なものを見すぎているんじゃないですか、うん、その見すぎてるからそっちが基準になっちゃってて、そんなに全然まずい顔してないですよって言い方偉そうだけど。いや、まずいところか、まずいところか、いいよ、こういう人は。だってお見合いでだってなんだって成功するよ。あ、ありがとうございます。人柄も良さそう。まあ、その付き合いのある友達や職場仲間との間ではご自身はどんな例えば自分からは話を振る方が多いのか、話の聞き役になる方が多いのか、自分が結構ガンガンいじったりするのか、いじられたりするのか、どういうことが多いですか？やっぱ圧倒的に聞き役になることとか、いじられることが多いです。うーん、人の話を聞いてあげたりとか。はい、そうです。人の話聞くのは苦痛ではないんです？まあまあ好きです。うん、あ、じゃあ全然まだ人さんあると思いますけどね。あ、そうですか。はい、僕基本的に全然人の話聞けなくて自分の話しかしないんで。あの、お姫様でありたい女性の
執事みたいなポジションがいい、うん、ああ、そうそう、なんかそれだとなんかちょっとこう執事っぽい、まあ、僕の個人的なアドバイスですけどね、うん、なんか手伝おうかとか、今日すごく似合ってますねとか、うん、やってくれとかっていう風にして、あ、この人がいてくれると私が自分に自信を持てるっていう、うん、彼が素敵な人なんじゃなくて私が素敵でいられるっていう、その立場は全てのビジョンに通用はしないと思うんですけど、それはすごく賞賛が、私と釣り合うわって思われるよりも、私のまるで私の人生の素敵なかけがえのない執事だわみたいな思われる方が、うん、結婚とかには僕はつながりやすいのかなって気はするんですけど、執事って結構良すぎるから家来だっていいじゃん、家来若新さん、年齢的に何歳何歳のイメージですか？つまりこの今ね41歳なんですよね、はい、だから女性が58で41歳とかだったら岡本さんが41だから、うん、58歳41とかならありえると思うんですよ、その家来みたいな感じの関係性みたいなのってでも逆に女性が年下で岡本さんと誰付き合うってパターンって、うん、でも綺麗なだけでよく世の中分かってない、あんみつ姫みたいになってていいじゃない。でもそういう人にはもっと素敵な若い男の子たちがたくさん周りにいるわけじゃないですか、すでに。そうかな、うん、と思うと現実的にそこはやっぱり難しいんじゃない。58はちょっとかわいそう。僕だからあんまり突っ込んで言うのあれですけど、やっぱり同世代ぐらいとか、うん、今アラフォーがいいんじゃないですか。確かにでも40前後の女の人はその辺分かるかもね、いろいろね。ああ、なるほど、うん、世の中一般には優しい目がだんだん降り注がれなくなってくるしね、うん、で綺麗な人いっぱいいるじゃないもんね、40でも50でも綺麗な人いるけど、58はちょっとかわいそうだけど、やっぱ同世代ぐらいのやっぱりいいですか、同世代ぐらいの方が、同世代ぐらいいいんじゃない、うん、30代後半からね、はい、うん、北川景子さんだってそのぐらいの年、だから北川景子さんは別ですって、うん、本当にそれはもう別すぎて、うん、ダメですよそれを探して。でもみんな最後年取るもん、まあそうですね、北川景子さんも37歳ですだよね、うん、そうです、変に納得してるしじゃあいっかみたいな、じゃあ37でもいっかみたいな、なんかちょっと腹立つな